それじゃあこのルフィの銅像の前から100キロウォーキングスタートさせたいと思います。じゃあ行ってきます。100キロになったゴールです。じゃあスタート。ほら見て、みんな UP がこれ100キロ暗記してるよ。出発したので。出発した？マシア、出発したで。え、雨降ってる？降ってない。本当に。ルフィの前から出発した。え、今出発したんですか？今出発した。おお。100キロ歩くと？100キロ歩くよ。マジ？頑張ってください。足が痛いけどね。もう足が痛い。もう足が痛いの？もう足が痛いよ。ふくろはぎ？頑張れ。頑張ってね。明日待ってますからね。多分深夜2時ぐらいにアラオのポイントいるから。分かった分かった。ああ、了解。おい、行こうかな。ちょ、アラオポイントつく前教えて。分かった。はい。はい。頑張ってね。はい。じゃお。それでは今回の企画を説明しよう。ここ、熊本県から佐賀県は鳥栖まで歩いて走破するという前人未到の企画である。その距離約100キロ。苦難に満ちた男の挑戦である。やっとね、やっと9キロほど歩きました。でね、もうすぐね、初めての、まあ、休憩ポイント。まさにポイントだね。次のポイントさん、熊本インター店に着けます。まあ、2時間くらいかかってここまで来る。まだね、熊本市内は出られてません。ちなみに今、8.95km ですね。もうすぐで9キロです。まあ、ちょっと10分ほど、インター店で休憩をしたいと思います。よし、到着。次のポイント到着。熊本インターポイント店出発しました。では今から、こちらから、次のポイント荒尾店までは約43キロあります。その43キロおそらく到着時刻は深夜0時を回っていると思います。そこまでまた歩いていきたいと思います。でまた時々こうやってちょっと撮影はしたいと思いますので、はい。じゃあまた皆さん後ほど。ちょっと寒くなったからワークマンで服買おう。今ですね、国道3号線を荒尾の方へ向けて北上してます。今の、走行距離約15キロ、時間にすると2時間45分ほど経ってます。まだまだ序盤ですよ。序盤まだまだっすよ。歩いた距離っていうのがこんな感じ。 24.660m、 約25キロ。この25キロをね、約6時間半使って歩きました。残り75キロちょっと。まだまだ私の挑戦は続きます。100万人の方々に思いを伝えるため、僕は一歩一歩歩きます。引き続き頑張ります。マークアウトを再開しています。西南の駅田原坂、西南の駅の
災害の激戦地といっても過言ではない田原塚です。こんばんは。夜も更けてまいりました。今ですね、ちょうど50キロ地点ぐらいですね。やっとここまで歩いてくれました。で、早速携帯の何ですかね、電波がなくなるっていうトラブルですかね。見てもらうと、もうこれクエスチョンマークでね、県外ってなってるんですよ。なんかね、調べたらね、なんかアップショップ持っていかないと直んないらしいんですよね。でこれちょうどね、タバスとか降りたあたりからこういう風になってね、そっから多分ね20キロぐらい歩いてきました。だからね、今実際何キロぐらい歩いてるか分かんない、正確な数字は。多分おそらく50キロぐらいで、全部地図とかも携帯でやってたから分かんなかった、正直。道もコンビニで聞いたりさ、看板をこうずっと見てきたりさ、だから正直ね、多分多めに歩いてるとは思う。予定では県庁熊本インターポイント店荒尾店の区間でだいたい53から54キロの道のりなんよね。あった、次のポイントあった、荒尾店あった、ポイント見つけましたよ、荒尾店。いない。さあ到着しました。あれ UP やろ。ちょっと行こうか。うまいかと思ったぞ。何くらい？さっき、ついさっき。疲れたってか。休憩はしてんの？休憩してるよ。しまくってるよ。そう。何時間歩いた？12時間かな。12時間歩いた？12時間かな。で、ここからまた12時間歩くと。うん。変わって。おい！なんで携帯電波入らんの？電波入るもん。なんで電波入らんの？圏外モードになってる。なんで？チェックランプついて圏外になってた。どういうこと？壊れたの？携帯。わからん。調べたらなんかアップルショップ行かんも直らんみたいな。でも逆方向行ったのはね、どかもならんけんね、タクシー使った。もうその分ね、もう俺の力じゃどうもできなくて、タクシーで乗った、取ってない。車で温まる、いったん、ちょっと一旦温まろう、一旦温まして。コーヒーでも買う？コーヒーは飲めんでるから、まあ、明日の12時間に合うと思う。なんとか間に合う、もうノーミスで今日間に合うと思う。ノーミスでギリ、うん、もう多分スピード1キロのスピード落ちてるけ、ギリやろね。多分今53か4、多分それ以上歩いてると思う。60ぐらい歩いてると思う。これもう UP、おいの携帯持っとかん。うん、持っとくわ。明日おい、その携帯取り来るよ。OK。 それでいいよ、別に夜寝るだけやけ。あんまおいのプライベートは覗かんねえね。あ、そうね、ただ漏れやね。覗くなよ、絶対。どうぞ漏れやね。ちょっと心折れそうな時はそれ覗くわ。あ、分かった。心折れそう、折れそう、うん。それを餌に俺歩くわ。LINE とか絶対見らんねえね。わあ、もうそういう最終知らんねえ。あの、ぶっちゃけ俺の LINE 見られても何もまずいもんだから、見てもよ。心の折れそうな時それ見るわ。もうあれっす、下半身ガタガタってガクガクっすね。膝の裏が痛い。そして階段です。
ゃ頑張ります。引き続き頑張ります。とりあえずポイントつきました。もう柵が知らんで入れないんで、柳川店です。次はここから17キロ先の久留米店まで行きたいと思います。なんとか歩けるまで回復した。あと11キロ。いけるね、これ。なんでちょっと温泉入ったかというと、一回休憩しちゃったんだわ。そしたらさ、もう寒い中休憩しちゃったもんだから、なんていうの、膝が固まるっていうのかな。固まっちゃって、どうしようもできなかった。あとね、ポイント久留米店。そしてゴールの、あと3分、全部で、ね、約11キロです、12時までにはゴールしたいです。あ、やっと着いた。まさに第4のチェックポイント、釣りのポイントくるめて、やっと着いた。キムが子供の頃から行ってたらしいよ、チャリで。やっと着いた。マジで、もう、やつも。よっしゃ。まあ、久留米店のお宅の方もすごい親切でした。いろいろ教えてもらいましたね。それよりね、ずっと寄りたかった左膝が動く。よかった、歩けるよ、歩けるよ。筑後川、やっと筑後川を渡ります。これが筑後川の戦いの舞台、筑後川です。そしてこの向こうに立ち洗いという地名があります。読んで父のごとく、刀立ちを洗った川があることから立ち洗いという、地名が当時、私の記憶しているところによれば、この川が真っ赤に染まるぐらい壮絶な、戦いがあったということでした。はい、鳥栖まで目と鼻の先です。あと少し、頑張りたいと思います。あ、やっと着いた。やっと佐賀県鳥栖。こっからだと約3キロぐらいかな、次のポイントまでは。よし、あと一息、頑張れ、頑張るぞ。あと2キロほどです。2キロほどで次のポイント、鳥栖店へ到着します。膝ロックっていうのかな、膝が固まってすごくもう痛くて身動きが取れませんでした。今回で携帯も調子悪くなって電波も入んなくなっちゃうし、まあ、いかに自分が携帯に依存してたのかっていうのがよく分かって、100キロ歩くのも本当簡単じゃなかった。でも100万人の思いを込めて、今回は一歩一歩感謝の気持ちを込めて僕は歩いてるわけです。でもなんとか歩けて今本当に良かったと思います。まだまだあと2キロほどなんですけど、もう終わってないんで、しっかりちゃんとゴールしたいと思います。よし、もう着くぞ。あの角を曲がればもう着くぞ。あと少しや、400メーターぐらいかな。あと少しです。みんな待っててくれてんのかね。着いた
着いた。お、あれ特茶や。着いた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 。結構元気いっぱいや。着いた。やっと着いた。着いたね。やっと着いた。きつかった。きつかった。きとらんやつは。きとらんやつは。きとらんやつは。メガネの。メガネのやつ。誰きてないの。かっこつけま。かっこつけま。かっこつけまはね、東京による一人。あ、そっちのかっこつけまきとらんね。あの、シースルー着てるかっこつけま。シースルー。シースルー着てるかっこつけま。髪が赤い方。そうそう。髪が赤い方は東京に。東京。あのメガネかっこつけまは。メガネかっこつけまこれたら来るって言うよ。なんかあいつ、ナルト。ナルト。もう一生忘れ。今起きたって電話。マジで。うわ。忘れとった。忘れとったで。どうしよう。あいつやりたくないこの。裁判やねこれね。裁判。失礼しか。あ、ゴムロちゃんと十分向いてるんだね。持ってところどころは取ってる。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。足の膠着して動かんことなってね、タクった。どのくらいタクシー乗った？10キロタクった。10キロ。90キロ。10キロ。寝た？で温泉あった件がもう7時に入ってそこあそこの、はいはい、7時入って10時まで寝とった。あ、3時間寝た。3時間寝た。だけん歩けた。あ、もう歩けんぐらいになったと。もうな、もう固まった膝ロック。硬直してる。膝ロックって言うと膝ロックって名付けた。なんかのフェスティバルで。もうちょっとあんまりきつかった時に30分こう寒かとこ焦がしとったさ、うん、もうロックしてこっから動かないとさ、30分休憩したら、もうその休憩の体勢から動けんくなって、動けんくなって、でどうしたと？タクシー呼んだ。タクシー呼んで、タクシー呼んだ。で、そこのホテルはもうチェックアウトした。バカユッピー、ユッピー、あとおいの携帯返して。テザリングしとったの？テザリングしとった。ありがとう。助かった。で、おいね、ヨーラにね、LINE とメールバラを送った。お前さ、周りに一回ムカつけたさ、あいつ連絡出らんなと思ったら、後ろにないよさ、電話。ああごめん、ヨーラ。おいが悪かった。いや、おめでとうございます。すごいですね。100キロ。100キロ。俺一人の力じゃないよ。いや、100万人の登録者の方々と今日いないカッコつけマン2人以外の力のおかげだよ。ありがとう。カッコつけマンなんか縮まる。俺もまだ身長縮んだやろ。縮んどと多分縮んどとやろね。縮んだだってほら、ゆっぴ身長何センチ？77。なんかちっちゃい長かったっすか？77？俺より7センチ高いはずよ。え、なんでちっちゃいんすか？73かよ。縮んだ。俺73かよ。多分俺がまっすぐできんし、腰もまっすぐなら。俺69センチやけど。プルプルしてる。俺 UP がこんな。俺下にまた。これ100キロありと縮むんだね身長。だって俺160ですよこれ。ほんであんま変わらん。検証結果分かったね。検証結果。100キロ歩いたら姿勢が縮む。ずっとトーンと押されながら。まっすぐできないんだ。朝仕事？明日休み。あ、よかったね。明日仕事やったら無理やろ。3連休か。無理無理。じゃあ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。胴上げしとく？いや、やめて。やめて。じゃあ、拍手だけしとくよ。はい、おめでとう。おめでとうございます。今後もよろしくお願いします。じゃあ、カレー食べに行こう。行きましょう。はい。じゃあ、俺ら行ってきますから、歩いてから。バカバカ歩いてきてね。無理じゃ。無理じゃ。やば。ご視聴ありがとうございました。メインの釣りチャンネルはこちら、料理チャンネルはこちらになってます。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。バイバイ。